中前向き、お尻ぺったんこでお願いします。それでは出発。まずやってきたのは雨の森です。あちらに見えるのはモルモチョウ、世界最大級のチョウだと言われています。とーっても大きいでしょ。これ実はワニたちに空を飛び方を教えているんですよ。じゃあ空を飛んでみたい方、こんなものはここでおるワニと一緒に授業を受けていただくオフィシャルサーバーございます。いかがですか。お子さんは前向きで座らせてあげてください。あれがアフリカゾウ。ゾウといえば長い鼻に大きな耳、彼らは視力があまり良くない代わりに耳はとってもいいんだそうです。突然ですが、本日あちらのバナナをお買い求めいただいた方に行き止まりが奇跡します。ちょっとスリリングな手に最適です。お子さんにバナナいかがですか。Oh,